今回の主題は、トマホークミサイルを、潜水艦 533mm 魚雷発射艦から運用可能です。反撃能力で何が変わる？と感じている方も多いでしょう。3000km 射程は魅力です。日本に必要だよ。防衛省では、関係が冷え込む一方の中国、ロシア、北朝鮮などの弾道ミサイルや長距離巡航ミサイルなどに対抗するための反撃能力、敵基地攻撃能力を備えるとして、射程 2000km から3000km を飛翔できる長射程ミサイル開発を進める方針を公表しました。現在は、陸自が保有している12式地対艦誘導弾を対地攻撃用に改修、射程を延伸させた能力向上型の12式地対艦誘導弾、改めの開発が進められていて、2026年度の配備を目標としています。これに続くものとしてより、射程を伸ばした当初防衛用高速滑空弾の開発及び、すでに中国やロシアが保有しているマッハ5以上で飛翔する極超音速誘導弾の研究を進めると、明らかにしています。12式地対艦誘導弾は、射程 200km の地上発射型の地形追従飛行が可能な巡航型の対艦ミサイルです。開発当時、仮想敵国だった旧ソ連の北海道への上陸を阻止するための艦艇攻撃用なのです。発射装置を載せた車両を北海道の山奥深くに隠し、日本に上陸しようと接近する旧ソ連海軍艦船を擁撃するミサイルで、沿岸に配備された陸自や戦特化部隊のレーダーが目標に誘導するシステムです。最近は旧ソ連崩壊によって仮想敵国がロシアに変わりました。さらに中国が加わったことで防衛が必要な地域が北海道から南西諸島、先島諸島にまで拡大しました。つまり、目標艦艇を洋上沖合で撃破することになったわけです。しかし、南西諸島などにミサイル発射機を配備するには問題があります。狭い島の中では、発射装置を隠す場所がほとんどないので、先制攻撃で壊滅させられる恐れがあるのです。実は、石垣島や宮古島に配備されている12式地対艦誘導弾は、簡単に撃破されてしまう可能性が指摘されていました。そのため、12式地対艦誘導弾の射程を 900km まで伸ばし、発射装置を隠蔽できる山岳地帯のある広い沖縄本島に配備できるようになったのです。山中を移動しながら発見されずに、ミサイルを発射できるだけでなく、沖縄本島の航空自衛隊とアメリカ空軍の基地に配備されている地対空ミサイルで、敵のミサイルから防御できることも大きなメリットになるのです。そして、射程を 1500km までさらに伸ばせれば、対空防御が厚い九州への配備も可能になるので、より一層、中国海軍への抑止力が高まることが期待されています。なお、日本政府ですが、12式地対艦誘導弾、改めが配備されるまでのつなぎ的役割を担うものとして、アメリカから、射程 1600km の巡航ミサイルトマホークを購入して配備する計画を進めています。アメリカが、これまで、自国以外に、トマホーク巡航ミサイルを供与したのはイギリスだけで、イギリス海軍の攻撃型原子力潜水艦は、通常の 533mm 魚雷発射艦から運用する形式を採用しています。このイギリス海軍が運用している形式のトマホーク巡航ミサイルは、すでに生産ラインが閉鎖されているので、日本が調達できるのは、現在は、艦艇に搭載するタイプに限定されると考えられます。その場合、
既存の海上自衛隊の艦艇の中で、トマホーク巡航ミサイル運用に準拠した、マーク41、VLS、垂直発射艦を搭載した艦艇なら、少ない回収で運用できるので、かなり汎用性の高い運用が想定されるでしょう。また、当初防御用高速滑空弾は、ロケットエンジンで打ち上げ、弾道飛行の後に、弾頭部分の滑空体が切り離されて、滑空飛行に移り、終末光ほどで目標上空に達し、急降下して、高速で目標に突入するため、迎撃が非常に難しいミサイルということです。弾頭の小さな滑空体部分だけを飛翔させるので、レーダー反射弾面積、RCS を極小化できますし、滑空体が飛行する際、GPS など衛星測位システム、GNSS の誘導によって、複雑な軌道が飛行できるので、従来の弾道ミサイルや、速度の遅い巡航ミサイルと比べると、迎撃は難しいとされています。防衛省では、2026年度、令和8年、から射程 300km から 500km とされるブロック1の配備を開始、2030年代から射程 2000km から 3000km となるブロック 2B の配備を開始する予定です。また、さらに、対艦攻撃用途を視野に入れたスペック向上や、潜水艦発射型の開発も検討しているのです。陸上自衛隊は、防衛省の計画を受けて、現在退役が進められている多連装ロケット砲システム、MLRS の後継として、高速滑空弾大隊を2個編成すると決定し、この2個大隊は、九州と北海道の駐屯地へ配備する検討を行っていると言われます。2023年度防衛予算では、前年度防衛予算から 26.3% 増となる6兆8219億円が計上されました。前述の長射程ミサイル配備関連予算としては、最新型トマホーク購入費として2113億円、反撃能力を保有するための国産一蓋式地対艦誘導弾、改めの射程を延伸する。能力向上型の開発に338億円、その量産のための費用として939億円が計上されました。また、当初防衛用高速滑空弾開発費として2003億円を計上し、極超音速誘導弾の研究費も585億円を盛り込みました。他に、大柄な長射程ミサイルを保管するための弾薬庫増設が必要となったため、整備のため、58億円が保管庫建設費として計上されました。政府では、こういった反撃能力を有する兵器の保有、運用の必要性を明記するため、今後10年間における日本の外交、及び安全保障の指針を示す国家安全保障戦略などの、いわゆる安保関連3文書、2022年12月に閣議決定しています。その新たな国家安全保障戦略では、ここ数年の中国の南シナ海、東シナ海、太平洋への強引な海洋進出などの軍事行動について、我が国と国際社会の深刻な懸念事項であり、日本とその同盟国などが連携して対処しなければならない最大の、戦略的な挑戦であるとして、日本を攻撃する意図が、明白なミサイル発射基地などを、発射される前に攻撃して破壊する、反撃能力を保有する必要性を明記したのです。この反撃能力については、護憲派政党議員や市民団体などが、日本がこれまで堅持してきた、平和憲法である、憲法9条を否定し、自衛隊の基本戦略とされてきた、専守防衛を否定するものとして反発しています。しかし、近年の中国が拡大させている軍事力を背景として、尖閣諸島などで日本に見せている高圧的な外交姿勢や、太平洋戦争終戦時の混乱に乗じて、北方領土を一方的に占領、さらに、北海道に
触手を伸ばそうとした旧ソ連の方針を引き継いでいる。ロシアの脅威は年々増すばかりです。日本が平和憲法を盾として対話を望んでも、両国とも聞く耳を持ち合わせておらず、軍事力を振りかざし、非凡への恫喝を繰り返しているのが悲しい実情です。そして、両国それぞれが日本を直接攻撃できる弾道ミサイルや長射程巡航ミサイルなどを多数保有していることも事実です。世界を驚愕させ、怒らせたのが、2022年2月24日に始まったロシアのウクライナ侵略戦争です。ここで、ロシアは前述のミサイルに加えて自爆攻撃型ドローンを一時に大量に発射する飽和攻撃を実施しました。ウクライナ軍はアメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO から供与された多数の地対空ミサイルで形成した防空網によって飛翔してくるミサイルやドローンの多くを撃墜しました。しかし、防空網をくぐり抜けたミサイルやドローンにがインフラ施設や設備を破壊、国民が困窮している様子が連日のように伝えられています。日本が掲げてきた専守防衛ですが、防衛白書では相手から武力攻撃を受けた時に初めて防衛力を行使、自衛のための必要最小限にとどめ、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢を言うと定義されています。ですから、今までは日本本土が敵の攻撃を受けてからでなければ反撃はできないと解釈されていました。しかし、それは1945年の太平洋戦争終戦時、ミサイルが今のように進化していない時代だからこそ通用する概念で、時代に即していないという指摘も多いのです。万が一、ロシアがウクライナに行っている飽和攻撃を日本への先制攻撃として実施した場合には、日本のすべての自衛隊基地や施設、弾薬庫、燃料貯蔵タンクなどが破壊され尽くされることは明らかです。反撃どころかいきなり丸裸にされるという懸念が強まっていて、反撃能力を持つことは、必要不可欠かつ抑止力としても有用であるという意見が広がりつつあるようです。